皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日のテーマは定番は強いという話をお届けいたします。実は私ですね、今からそうですね、何年前かな、20年ぐらい前はですね、量販店のマーケティング部でですね、まあ、チラシを作ったりとかね、催事の企画をしたりとか、まあ、いろんなことをやっていました。で、週に1回だけですね、売り場の方にですね、手伝いに行かせられるんですね。で、私はですね、毎週、紳士服ですよね、の売り場に行ってですね、ネクタイをですね、販売していました。で、まあ、ブランドのネクタイとかで売るの結構得意だったんでですね、結構売り場の人には重宝されたんですが、まあ、そういうスーツとかネクタイとかワイシャツの売り場にいるとですね、まあいろんな話を売り場の方から聞くんですけども、スーツの話ですね、男性用ですね。男性のスーツで言うとですね、まあいろいろね、やっぱり男性のスーツでも流行りしたりはあります。で、色の流行とかもあるんですけども、結局のところですね、売れる色って言ったら、紺とグレーが一番売れるんですね。おそらく今もそれは変わりないと思います。まあそのぐらいにですね、人間のその感性っていうのかな、やはり、保守的なんでしょうね。それと常識をやっぱり無視できないっていうね、そういうのがあると思います。マナーとかね。で、先日ですね、酒井直樹さんっていうね、コンセプターっていうんでしょうね、まあデザイナーの方の、ブログを読んでいました。酒井直樹のデザイン深読みというブログでしたけどね。そこに色の話があったんですね。それで、色は景気がいいとか悪いとかによって流行る色が違うという話で、例えば、今年のですね、春夏は、まあ、景気がちょっと上向き傾向なので、ビビットカラーね、とかね、そのラディアントオーキッドっていうのはなんか人気のようなんですね。で、あとは濃いピンクとか赤、オレンジといった、まあ、ネオンカラーっていうんですね。これも、女性に売れているらしいんですね。で、まあ、こんな感じでですね、景気が良くなると鮮やかな色が流行って、不景気になるとなんか落ち着いたね、こう、色が流行ると。まあ、けど、ただ、こういうの限って言うと、この色ですよね、生地の色に関して言うと、もう5年ぐらい前になんか決まってるとかっていうね、話が、話を聞いたことがあるので、売れるっていうよりも、なんかもうね、勝手にその売り手が流行らしてるっていうね、感じなんですね。じゃあその理由なんですけども、なぜ不況になるとですね、その落ち着いた色が流行るのかっていうのも、これも書いてあったんですね。これはですね、こう、落ち着いた色だと長く着れるそのね、感じ、それでベーシックな色も長く着れるってことなんですね。ちなみにオイルショックの後はですね、カーキとかね、カーキ色とか茶色などのアスカラが流行ってですね、バブル崩壊後はモノトーンが流行ったってことなんですね。で、最後ね、酒井さんはこんな、感じで結んでるんですけども、ちなみに毎年平均的に売れる色っていうのを紹介してて、黒、紺、グレー、ベージュ、白、これは変わりない定番だということなんですね。ということで、まあ流行のですね、色とかね、商品をでもいいんですけど、やはり定番、これが一番売れる、そして儲かるということなんですね。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。この辺にですね、この飽きないは角角チャンネルの登録のバナーが出てますので、ぜひクリックしてください。よろしくお願いします。